株式会社モノクロの出口と茂彦と申します。で、昔関わったタイトルとしては、おぼろ村正やグランナイツヒストリーに関わっていました。で、今回はグランキングダムとかを作ったりはしていました。ですね、現在やっているポジションとしては、ゲームのディレクターの方を務めています。アンロックしてステージ作るのに大体1日使って、マリオメーカーを初めてプレイするのもあったんでやってましたですね。マリオメーカー自体はすごく、操作性が優しい、すぐに使えるっていうのがよくできていると思いまして、実際ゲームを作る時って、そのレベルデザインするのに、作ってもう一回やり直して、作ってやり直してって何回もしないといけないんですけども、それがすごく容易にできるのがいいなと思いました。マリオでせっかくステージ作るんだったら、その任天堂の社員を頑張って目指したいっていうのが ありまして、で、できるだけ面白いステージで、周りのスタッフも含めてみんなが楽しめるようなものを作ってみたいなと思いまして、ゲーム作るんだったらいつだって本気でやらないとっていうのが思ってはいました。今回の「マリオメーカー」で作ったステージでいうと、まずステージのテーマで、のこのこを使ってみようっていうのが、まずテーマとして一番最初に決まっていました。そこが決まったら、あとはそののこのこを使ってどんな遊びができるかっていうのをたくさんアイデアを出して、でそのバリエーションを、ワンスクロールマップ、ワンスクロールマップで、こうどこの画面でも面白さが一つは入っているっていうのを一応目指しました。のこのこの大行進ですね。